花尾由郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾由郎でございます、1週間ご無沙汰しております、音楽魂、今日は9月の22日ということでですね、始めさせていただきたいと思います、今日もおなじみ高橋誠さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。松下俊美さん、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あ、高橋誠さん、お誕生日おめでとうございます。イエーイ。昨日でしたけどもね。ねえ、いかがですか、年を重ねるということは。特に変わりはない。ねえ、ねえ、若々しくてですね、いつも16歳の、まあ、今年16歳のお誕生日。そうですね、何回目かな。ということでね、今日はアミン秀ちゃんも、こんにちは、よろしくどうぞ。ちょっといい感じの、制服着てきたじゃん。制服って、ね、昔のですね。昔のね。うん。かっこいい。いいよね。ということでね、本日のね、スペシャルゲストというか、5年ぶりになりましょうか。桃田とし、ただまささんです。はい、どうもすいません。どうも。どうもどうもどうも。こんにちは。よろしくお願いします。桃田さんじゃなくて、桃田さんになるんですかね。戸籍上はね。あ、そうなんですか。でも、90何パーセントの人が桃田って言いますね。ああ、そう、はい、そうですかね。はい、いや、一回ね、なんかで見たら、はい、その、振り仮名で桃田になってたんですよ。はい、桃田さんの調べてたら。はい、だから、今まで間違えてたのかなと思って。いや、全然もう。大丈夫ですか、うん、モモタでも何でも。DA か TA かっていうなりますよね。そうなりますね。え、ローマ字は、モモタになってるんですか？ DA ですね。DA。あ、パスポートとかね。あ、じゃあ、じゃあ、モモダさん。モモダ、ただまささんっていうのが正しい。まあ、正しいんですけどね。はいはいはい。でも、大学の友達とか、ずっと4年ぐらい一緒にいたのに、うん、僕の名前が、下の名前でモモタっていう。下の名前だと思った。ああ、どんなやつ、はいはいはい、一緒にバンドやってたやつ、ひどいやつもいました、ね、あ、そうですか。5年ぶりにね、久々に会いましたけども、いろんなところでですね、共通のお友達が ね、はい、この間博多の長野さんもね、長野さんが ね、 ね、いろいろありましたけどもですね、相変わらずご活躍。いやいや、とんでもないです。桃田さんといえばもう、Cポイントでしたっけ。はい、Cポイントね。Cポイントね、はい、グループでしたよね。はい。それか、まあ、ほとんどそれが始まりっていうことなんでしょう。いや、その前にね、パイっていうバンドやってたんです。あ、はいはいはい、はい。同じメンバーなんですけど、トラスレコードから最初、81年にデビューして、はい、それトラスの第1弾だったんですけど、あ、そうですか。で、それでデビューしたんですけど、うん、すぐ翌年に、CBソニーに移籍したんですけど、はいはい、移籍をきっかけに名前を変えて、Cポイントにしたんですね。あ、なるほど。そうすると、なんか、新人扱いしてくれるという話で。ああ、そういうことですか。なんかそういう感じですね。メンバー変わってないんですけど。ああ、そうですか。はい、それまたその、再発になって、はい、それ、そうですね。ね、はい。佐野元春くんと伊藤銀次さんがプロデュースしてくれたんですけど。うん、あ、今日、久保田さんがちょっと見て。はい、久保田さん、こんにちは。持ってきてくれた。いつもありがとうございます。あ、ラジオだからお見せできないんですね、これ。すごいね。そう、でも、はい、映像撮ってる。あ、映像送ってるんですか。あ、すごいすごい。これすぐ入りますよ、これ。はい、ね、さ、もう、おそらく久保田さん持ってきてるんじゃないかなって。あ、そうですか。ね。ありがとうございます。久保田さんも。久保田さん、前からお知り合いなんですか。最近ですね。数年前。数年前ですね。あ、そうなんだ。そのサインが2年前の今日なんですよ、桃田さん。え、あ、2年前の今日。そうなの？びっくりしました。びっくりした。へぇ、本当に偶然だ。そう。すごいですね。これが、そうですね、うん、これ。これもだからね、結婚式、僕のね、知り合いの結婚式行ったら、うんうんうん、ちょうど、奥さん側の人の、なんか紹介をされた方が、うん、ソニーの時代の営業の担当だったんですよ、僕ら。あ、そうなんだ。みたいな感じで。そこでポロッと話したら、トントン拍子で、じゃあっていう話に。で、CD になっちゃった。すごいですよね。すごいね。そう、奇遇だらけです。いや、でもそうやってずっと長くね、長年その続けてらっしゃるっていうことが実を結ぶっていうのがあるんですよ、うん、ああ、そうですかね。ね、
そうでしょう、はい、ありがたいですよ、ね、でまた女性に人気あるんだよね。いやとんでもないです。俺もう歯がゆい、ね、歯がゆい、もいや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 ももちゃんみたいな、ももちゃん素敵みたいな、もう写真一枚で流しでももちゃんからまでなんだろうと思っちゃった。いやでもそれはまこさん基本ですかね。基本でしょう、はい、それに引き比べかなおめしろと言いましたらもう男野郎ばっかりのね中でこの前男ばっかりだった、ね、そうですか。もう男しかいないですよ。かなおさん僕の中でむっちゃかっこいいっていうイメージですよ。いやいや寝なくてね、あの男にやっぱ好かれる。あそうなん、昔父から言われましたけど、はい、やっぱ男に好かれる男になれっていう、ね、あなるほど。ここまで来たらねちょっとね固くなに守ってるよね。そう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 。いや別に女性は嫌いなわけじゃないんですけど、あのどうもやっぱ男の方がね、はい、あれしますよね。まあ曲もそうですよね。そうです。だいたい男スイタホルタ系じゃないですもんね。うん、ああそうかもしれないですね、まあ、甘いロマンス系じゃないですもん ね、いやいや自分としては甘いロマンス系ですね。あそうなんですか。辛いのドブルース系になってあれいやちょっと違う、ということでね早速ねちょっと今日桃田さんのね、はい、生歌をねお聞かせいただきたいと思うんですけどもね。もうやっぱり声がね、あもうコーラスとかもいろんな方のコーラスやられてましたよ、はいね、長渕くんとかもそうでしょ。やってました、はい、それとかね、光源氏とかも。光源氏、はい、ジャニーズ系結構やってましたね。あ少年忍者とか。そうなんだ、はいはい、へどうですかねコーラスって。その僕全然やってもらったことがあるけど、そうなんですか。自分はもう全然できないから音が取れない。えそうですか。うん、コーラスやれる人すごいよね。いやもともとね僕高校の時からやってたバンドが、うん、コーラスを主体にするバンドだったんです。ああ、例えばその、うん、CSNY とかそういう系統のそうですねあれですよね、はい、あそうでしたか。そうですね。ビージーズとか。ビージーズ、あ、はい、それすごいね、うん、そういうの憧れてたけど俺できないからさ。だって大体ボブ・ディランがコーラスやんないじゃん。まあ、そうですね。ちょっと違うけどすいません、ね、例えが申し訳ありません。すごい人を出しましたけどあの、うん、ヒューイ・ルイスとかがコーラスあんまりしないでしょ。ヒューイ・ルイスね、うん、あんまりしないよね。しないですね。ブルース・スプリングスにコーラスしないもん。だってあみんないやあのねそういう人失礼しました。いやいやいや恐れ多いです。方ばっかり、ということでですね、ちょっとコーラスのね、仕事の話も、後からちょっといろいろお聞きしたいんですけどね、はい、まず一曲、なんか、はい、ご紹介いただきましょうか。一曲目何に、これ、夏の道っていう曲なんですけど。これはオリジナル曲。はい。これ、生徒が、結婚するんでっていうことで、はい、その時に、まあ、プレゼントした曲なんですけど。あ、そういうのって、はい、なんかありますよね、はい、僕もなんかふるさとの歌をね、はい、作ったことあるんだけど、はい、なんかこうあんまりそれで売るとか売れないとかっていう話じゃなくてね、そうやって作ったは自然になるかもしれないですね、はい、あじゃあ聞かせていただきましょう、タイトルは夏の道。夏の道、はい、思い出して七年ぶりの母の背中見守りながら歩いてます。おてんばだった小さな手を離さぬように締めて通った道がこんなにも愛しく思えるのはなぜでしょう。これから嫁ぐ
ずに握りしめた。夏の道、これなんかあの浮かんできますよね、情景がね。浮かびました？浮かびましたよ、はい、俺ほら真夏だから夏を引きずっている金尾由志郎でございますけどまあその女の子が、うん、北の、蔵王の方の出身なんですけど、でそこのお母さんとしばらく会ってなくて、はいはい、で結婚が決まってそれを話しに行った時の模様っていうのが情景が頭にパーッと浮かんでそれで作ったんですけど、これは CD とかになってるんですか？短い曲ですよ、一応 ね自主制作みたいな形でその女の子のやつの CD になってますね、うん、へえ、なるほどね。そうかそうか、あの素晴らしい、ね、歌声ですけども、朝からよく声出ますよね朝ですか？ああ、ね、もうね6時に起きて、うん、最近もね還暦を迎えまして、はいはいはい、去年、でそれからはもう割と6時に起きて、うん、で犬の散歩に今まではね犬の散歩ね、うん、めったにしなかったんですよ、うん、だからなんかかわいそうだなと今思うんですけど、うん、前は9匹飼ってたんですね。9匹、はい、でこの5年ぐらいでもう高齢でみんなが亡くなっちゃって5匹亡くなっちゃって今4匹なんですけど、で4匹今朝連れてもう朝6時から散歩に行ってます。本当に、いや、はい、犬がいたら絶対やっぱ散歩必要でしょ。そうですね。でも9匹とかそれが4匹の時はね4時間ぐらいかかるんですよ、1人で行くと。すごい、2匹ずつぐらい、ね、行って、9匹行ってんじゃん。そう、いっぺん怖いから、へえ、うんちしちゃったりする、はいはい、そこの中に行くと、うん、で取るのにやっぱりこう9匹持ってると大変なんですよね、うん、ねそうすごい、すごいよね、それは大変でしょう、あ、僕もね、動物好きで、あの、ちっちゃい、あ、福岡にいる頃はね、はい、あの、まあ、一応一軒家だったから飼ってたりなんかしてたんだけど、はい、マンションでなかなか飼いづらいじゃないですか。あ、でもマンションで飼ってたんですよ、僕。ほんと？はい。9匹。9匹。マジで？そんな大丈夫？これはもうまた妊娠しちゃったんで、はい、もうこれはダメだって一軒家に移ったんですけど。うん、なるほどね。はい、だから、やっぱり、そういう動物もね、うん、なかなかそう環境がね、そうですね、ね、そうだからもう家族みたいになっちゃうでしょ、なっちゃうんですよ ね、そうはは、あの、そうですか、毎日行くと毎日行かなくちゃいけない癖になっちゃうんで、うんうん、らしいんですよ、うんうんうん、だから前はなんか週1ぐらいにしか行ってなくて、それで大丈夫、それで大丈夫、その代わり部屋の中は全部走り回ってますけど、あ、なるほどね、そうそうそう、はあ、でも申し訳ないことしたなと思って、やっぱ毎日連れて行かないとね。あ、じゃあ今はその犬の散歩。そうなんです。毎日。自分もまあ運動になるっていう。そうですね。ね、はい。6時ですか。6時です。遅いな。俺4時だから。4時起きる。4時起きる。僕ね、4時か5時に寝るんですよ。寝るんですけど6時に起きるんですよ。それは健康、そうじゃない。そう、2時間寝て、で散歩行ってまた帰ってきて、モーニングショー見ながらうとうとするんです。ああ、なるほど、ね。で2時間ぐらい寝るんですけどね。だからまず3時間ぐらいは寝てます。1日、はい、それしか寝てないのは、ま、あれでしょう、大丈夫なんですか？いや、わかんない、年取るとなんか寝なくていいみたいな、あ、それね、老化らしいですよ、うん、ね、俺の方がちょっと先輩だからもう詳しいから全然平気になっちゃうんですよ、寝なくて。いや、俺も平気なんだよね、本当に、うん、すごいね、うん、え、そんなことないですか？全然え、昔は昼過ぎまで寝てましたからね。ああ、そう。今でも寝れる。寝てますか？そうなんだ。それ若さみたいね。俺ね、もうあんまり寝なくていいみたいな。ただ単に怠惰だと思う。もう急に変わりましたね。ここ2年ぐらいで。あの、タバコもやめちゃったし。はいはいはい。もう40年間吸ってたんですけど、やめちゃって。なるほどね。タバコやめるとなんか変わりますね、人間が。あ、そう。うん。変わりました。すいません。こんなん言っちゃったらまた。なんか俺にチクチク。いや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 。僕はもう対外的にはやめてますから。ああ、そうですか。そう。あんまりね、そういうものは、タバコとかね、そういうね。吸ってた自分忘れちゃったんですよ。不思議なんです。でもそれあるよね。ね。うん。
あれ吸ってたっけって言って、うん、でもカバンの中には常にジッポ入ってるんですよ。こうタバコを吸わない愛煙家なんです、うんうん、愛煙家はやめてないんですよ、うんうん、だから目の前でこう息を吹きかけられても全然平気なんですよ、うん、吸おうとも思わないんですけど、うんうんうん、それはなんかこう思いがあったんですか。いや、何もないんです。声が苦しいとか、いや全然なんとなく、うん、ピロリ菌退治でそうなっちゃった。ピロリ菌退治、ピロリ菌がいたん で、うんうん、でこれを退治するのに1週間薬を飲まなくちゃいけないんで、これ禁酒禁煙って言われたんですけど、うんうん、それで、うん、でも半分騙されたみたいですよ、うん、でそれでいなく、退治できなかったんですよ。あ、そうなんです。で2回目挑戦しますかって言うから、うんうん、あ、しますよって言って、うん、でたら薬もらいに行ったら、うん、注意事項のところに、うん、禁酒してくださいって書いてあったんですよ。あれ禁酒禁煙じゃなかったんですかって聞いたんですよ。から、禁煙ですかって言われたんですよ。そのおかげで僕禁煙になったんですけどって言ったんです。そういうこともあるんですね。何、ね、ですかね。それはね、健康にいいことですね。まあね、そうですね。うん、まあ結果的に良かったのかなと思うんですけど。はい、なるほどね。どうでしょう松下さん。いや癒されますね。癒されます。すごい、うん、素敵な声。あ、ありがとうございます。ね、やっぱタバコをやめると優しい声になる。ね、なんか帰ろうかな。帰るとか。いやでもなんか声が本当になんかお若いというかなんかね、若々しい。いやでもね、前から僕知ってるしね、はいはい、声は聞いてるけども。うん、やっぱりも歌う人の声っていうのはその、まあ、お酒とかねタバコとかもあるかもしれないけども、はい、基本的にはやっぱり抜けるなんかね、まあそうですね、突き抜けるような感じのものがやっぱりねあるからやっぱり違うんだよね、うん、でもちょっとキーが変わりましたね。あ、上がりました。キーが上がりました。あ、そう、ね、僕も上がってるんですよ。あ、そうですか。もう全然上がって山田さんまで笑うんだね。いや山田さんはねこれほら、ヘッドホンで常に僕の声を聞いてるから、ああ、もう何年もですね。だからもうすぐ分かっちゃうんですよ。風邪ひいてたりとかあるじゃないですか。ああ、そうですよね。ね、夜遊びが激しかったりとか、うんうん、夜遊びでもう風邪の時はもうすぐもう会った途端にどうされましたかみたいな。ということでね、今日は桃田忠松さん、お越しいただいてますけどもですね、ちょっと今日洋楽もやってみます。あ、はい、まあ、洋楽っていうか、もともとはやっぱりビージーズとかそういうものが好きだったんです。デビュー前とかで。そうですね、もともと小学校の時は好きだったんですけど、うん、中学2年の時かな、3年になるぐらいの頃に、はい、小さな恋のメロディーっていう映画があって、うんうん、それにハマっちゃって、うんうん、あれが7回ぐらい見たい。そんな、あれほとんどがビージーズだったんですよね。そうですね。ビージーズの曲で、うん、で、最後のエンディングだけが CSNY だったんですよ。はい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 。で、よく考えるとその2つのバンドを未だに僕はコピーしてやってるっていう、なんか、うん、あ、そのだからその映画のね、映画にすごくそのやっぱり影響を受けたというかね、うん、その中のことをずっとこう それほどなんか印象が深かったんでしょうね。そうですね。その映画はね、そういう中でですね、今日なんか洋楽、じゃあその中の、はい、若葉の頃っていう曲を、小さな声のメロディーの中の若葉の頃、はい、若葉の頃ファーストメイっていう、こんな感じ、はい、When I was smallAnd Christmas trees were tall. We used to love like others used to play. Don't ask me why, the time has passed us by.
Someone is moving from far away. Now we are tall and Christmas trees are small, and you don't ask the time or day. But you and I, our love will never die. The kiss for cloud comforts of me. The apple tree that grew for you and me. I want the apples falling one by one. And let it go, the moment of them all. The day I kissed your cheek and you were gone. Now we are tall. When I was small and Christmas trees were tall, do 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 do. Don't ask me why the time has passed us by. Someone has moved in from far away. はい、ということでですね、懐かしいですね、これはね、若葉の頃、思い出しますよね。若葉の頃、うん、俺もあったんですか、そういう頃が。最初から枯れてたわけじゃないもんね。俺だって若葉があった。すごい素敵な声ですね。ねえ、聞き入ってしまいます。うん、やっぱりこう、ほら、まあそのプロで活躍してらっしゃるね、歌の方は歌の方でやっぱりあると思うし、今どっちかというともういろんな方がやっぱりあの音楽を楽しむというね、うん、あの時代だし、あの昔やっぱりハードロックやってた人が、うん、あの今ある程度落ち着いてまたこう始めちゃったりとかっていう風な人は、まあ、あの特に九州が多いんですよ。ああそうですね、うん、音楽やっぱりやめないっていうね、うん、それはその楽しみ方があると思いますけども、うん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 、やっぱりそれをずっとね長年続けてある方はね、うん、素晴らしいなとは思いますよね、はい、やっぱりでもなかなかそれで生きていくっていうのはこう辛い部分もありますよね。と、ね、いうことでね、今日ファックス、桃田忠正さんにファックス来てますが、来てるんですか。ええ、おそらくあのちょっと松下さんの方からご紹介いただけますでしょうか。はい、ひでちゃんも初めてなのによく合わせてやったね。ありがとうございます。適当でいいとか言う音楽に適当はないよね。いいよ適当でいやいやでもあのそういうのがいいよね。あの生放送っていうか、はい、生の感じがね、そうですね、こう、はい、ちょっとなんかねその感じが出ますよね。うん、いい雰囲気が出る。なんかね、はい、リクエストも来てますか。リクエストいただいてますね。ミキさん、カナオさん、マコトさん、としみさん、ひでちゃん、キキさん、山田ディレクター、こんにちは。朝からぐずついてる天気の博多です。はい、これはね博多の方ですね。博多のミキさんっていう、ね、そして、はい、桃田さん、お帰りなさい、うん、はい、ありがとうございます。とはいえおいらは初めましてです。動画サイトを拝見しましたが、うん、心を込めて丁寧に歌われてる姿がとても素敵だと感じました。今日はその素敵な姿を想像しながら聞いています。うん、時間もあっという間ですが、うん、前回の2倍ありますのでたっぷり楽しんでくださいね。そう、前は、ね、前30分の時だった、ね、そうでしたよね、
はい、さてこの間のお祭りからジョンジョンのライブと、お楽しみ様でした。これ我々のことです ね誠さんと、はい、実は、この間去年のアミタメさんがゲストの放送を聞いてまして、ちょうどお祭りの話題になってて、その日がジョンジョンのライブだったんですね、うん、9月23日でした。そうだったね。こうして動画で記録が残っていると、まるで自分の日記を読み返すように過去を楽しむことができますね。武将で日記など書いたことがない往来にはありがたいです。今日も五感に残る生での日記を期待しています。ほう。リクエスト桃田さん、うん、昔その辺のお皿回ししてたこともあってレゲエビート、うん、カナオさん久しぶりにロングディスタンス、うん、誠さん、うん、石井利和さんの歌を何か。石井利和さん、利和さんって書いてますね。だけどいつものごとく何でも OK です。石田でしょ。石って書いてある。石田さんですって。石田さんの歌は何か、はいはい、レゲエビート。レゲエビートってバンドでやってる曲ですか。ああ、そうなんですね。 お皿回してね、 DJ のことですか。 DJ でしたね。何でしょう。いや何、意味が。ミキさんが DJ だったの。その方がお皿回してらっしゃるんだろう。違うんですかね。そうかね、何でもやってる人に何でもやさん。レゲエビート、ね、あ、バンドでやってる、バンドでやってる曲のタイトル。そうなんですね。PS、 先週金曜日の夜、ガンちゃんのライブに行ってきました、彼女もカナオさんのライブへ参加できることを楽しみにしてますよ。はい、今度は、ね、福岡にね、九州に帰りますが、これが10月の、14、長崎ですね。長崎、長崎どこでしたっけ、西の海公園、そうそう、こう、あの、まあ、野外コンサートですよね。それゲストで、行かせていただいて、10月15日が、博多の、B1 ですね、ドラム B1 でやりますけども、その時にね、いろんなあの地元の方々ご協力いただいてね、あのその中にあのガン近藤さんという方もあの入っておられますけどね、これ素晴らしいね、あのボーカリストですよね。もう見た感じがすごいから、へすごいですよ。もうなんかもうスラーっと背も高くて、で、あのもうちょっとジャズソウル、まあそういう感じの方なんですよ。でまた今度ね、東京でもライブだから、近々あれじゃないかな、村上ポンタさんとかと、トリオぐらいでやってたと思う、ライブね、あの博多の方で、それ楽しみですけどもですね、あのまた東京ね、いらした時、まあ、博多のミュージシャンもね、いろいろここで紹介できればと思いますけどもね、はい、素晴らしい人 たくさんいますよね、九州の方もね。モム、さんもたまに。モムさんも九州ですか。生まれが、福岡の大牟田です。大牟田生まれなんだけど、九州多いですね。うちの奥さんが一緒ですもんね。カナオさんと一緒の、うちの奥さんが、そう、能型。それ聞いてびっくりした。能型もね、能型の門とか聞いたこ、門やってる能型の人の話はね、うちの女房は2つ上なんですよ。だからカナオさんと同じ年だ。ええー、と思って、あの時ね、そう、小学校ももしかしたら一緒かって言って、あ、で電話したら、うちの奥さんは割と田舎の方だったんで、能型小学校ですよね。小学校はどうやってあの、そう、野方さん、中学、小学校どこだっけ、の北小学校。野方北小学校。北小学校。うん、平和幼稚園。うち、平和幼稚園。山の方だって言ってました、うちの奥さんは。そうか、そうか、うん。はい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 。あ、そうでしたか。うん、すごい。ねえ、つながりがだからすごいのよ。そう、面白い。初対面で会った時にそういう話。そうそうそう。だからなんかね、弟なんだ気がするんだよね。いや、本当にね、あの、そういうつながりがね、いろいろミュージシャンのつながりができてきてね、やっぱりこのラジオもそうですし、あの、こうやって続けているとね、なんかこう、だんだん広がっていきますよね。そうですよね。そういうのがやっぱり、桃田さんが最初来てくれた時って、まだ30分の時と、もう一つ前ぐらい ありましたよね。15分ぐらいの時があったかもしれない。ああ、いや、30分でしたっけ。30分ぐらいあったような気がするんですけどね。そうでしたっけ。その時でしたかね。はい、
楽しみですけどもね、もう一方は何かありましょうか。はすみさんからいただいてますよ。あ、これははすみさん、はい、かなおさん、まことさん、としみさん、はい、こんにちは、はい、先日の横浜ジョンジョン、うん、暑い夜になりましたね、うん、やはり生歌良いです。ありがとうございます。改めてかなおさんのデカ声に実感九州でのライブもこちらに届くデカ声で、まことさん、昨日の誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。間近な誕生日のとしみさん、11月は加納さんの誕生日、ね、お三方のように素敵に年を重ねていきたいです、今日もゲストの桃田さんとスタジオ盛り上がってください、うん、はい、ありがとうございます。秋の虫の鳴き声が聞こえ始めた頃ごろ良い日をお過ごしください。王子様、王子様、ありがとう。はすみさん、ありがとうございます。はすみさんもね、この番組に出ていただいたことあるんですよ。やっぱり歌われてて、はい、なんかタイプが似てる感じ。あ、そうですか、ね、ソフトでなんか、あ、そうかもね、雰囲気がソフト、ああね固まりましたね。いやいやいや、ソフトには、はい、まあ、ね、僕もね、本当そろそろソフトに行きたいんですけどソフトランディング、なかなかね、トゲがありますよね僕はね、まあ、いいんですけど、なんか言おうとしてたんだよね、俺忘れちゃったじゃん。どうしたんだっけ。いや、すみさんそうだね、ハリネズミ。いやいや、そういうんじゃなくて、ということでね、あ、もう今終わりましたか。終わりました。ということで、はすみさんもね、出ていただいてね、まこさんもたまにね、一緒にやったりやりますね、最近 ね、うん、だやっぱりなんかあれだよね、やっぱソフトのは方がやっぱり女性人気あるよね。確かに今俺なんかつくとか思った。やっぱり俺はさ、それがなかったなとか思ね、ということでね、なんかリクエスト来てますか。リクエストね、ミキさんから。ミキさん、さっきのレゲエのロングディスタンス、あ、ロングディスタンス、カノさんはね、ロングディスタンスか。ちょっとどうかな、二人でやる。なんか今日ちょっと今日パス、うん、今日パス、うん、あれの時します。あれの時ずっとゲストが入るんで、なかなか金玉っていうのは、ゲストいらっしゃらない時は、うん、金玉っていう感じで、その僕らだけでやって、その時に、まあ、リクエストを答えられなかった曲とかを、はい、じゃあ集中してやるんですけど、またね、時間がありましたらですね、はい、それでその、うん、桃田さんの今の活動っていうか、ライブが中心になるわけでしょ、ね、うん、はい、近々の予定とか、その C ポイント一緒にやってた、うんうん、あの川端君っていうのが、和歌山に住んでるんですけど、うんうん、で彼と一緒に群青というバンドをやってまして、ほう、でそれは、割と、まあ、おじさんバンドって言ったらおかしいんですけど、伊達天竜って、うん、割と関西では昔有名、70年代有名だった、うん、そこのリズム隊の人とかと一緒にやってるんですね。で僕だけが東京に住んでて、はい、あとみんな、関西なんですけど、でも東京に来た時に、まあ、東京のミュージシャンも僕もちょっと呼んで、うん、まあ、合体バンドみたいな感じ で、 で今度、10月14、うん、15、はいはい、14日が、いいんですか、宣伝しちゃう、いいですよ、学芸大のチェロキーっていう、はいはい、で15が、西荻窪のテラです。テラ、はい、なるほどね。それじゃあ僕の博多九州で、そうそう、かぶっちゃったんですね、はい、で終わったら来ますよ遅いっちゅう本当それ楽しみですねそれどういう編成になるんでしょう。それね、面白いんですけどね、うん、もうドラム、ベース、ギター、ギター、うん、キーボード、ボーカル、パーカッション、7人ぐらいなんですかね。大状態だね。大状態ですよ。そう。テラさんのとこで、本当はね、ツインドラムでやりたかったんですけど、なんか乗らないって言って。うん、で、うん、あ、そんなに。そうそうそう。そうですね。あ、そうですか。それは楽しみですね。これが10月14、15ですね。はい。はい、うん、14はちょっと、もうちょっと、まあ、弾き語りが多くなるんですけども、はいはい、バンド。で、15の方は、うん、まあ、割とバンドの方が多くなるんですかね、うんうん、曲的には、うんうん、はい、なるほどね、楽しみですけどもね、はい、ぜひ皆様お越しいただきたいと思いますね、はい、よろしくお願いします。14日がチェルキー、チェロキー、あ、チェロキー、チェロキー、ごめんなさい、学芸大、学芸大、はいはい、でチェロキー、はいはい、15がテラです、テラ、はい、西荻君、西荻君ね、
ということでね、お楽しみいただきたいと思いますけどもですね、最近はコーラスとかはあんまりやられてない。最近はね、もう年取っちゃうと、うん、あんまりもう呼ばれなくなっちゃいましたね。そのなんだろう、みんな若手のミュージシャンに変えちゃったじゃないですか。うん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 、長渕さんとかもそうですし、一緒にやってた浜さんっているんですけど、うん、浜さんとかももうやってなくて、うん、長渕さんとこ降りちゃったから、みんな若い、うんねうん、サポートに変わっちゃうんで、うんうん、で最近はもう結構みんな自分たちでやるような感じですよね、バンドとかね。ああそうですかね。昔のアイドルとかね、そういう時代は割とコーラス必要でしたけど、うんうん、最近はあんまりそんな必要ないのかも分かんないですけどね、うん、ちょっと、うん、仕事がそっちの仕事はあんまりだからまあないですね、うんうん、でもまあ、 あの自分のね本来自分の歌っていうかね、はい、そういうのがメインですね、うんはい、そういうことですよね。真子さんいかがですか今日は。真子さん前から知ってたの？真子さんね、うちのバンドのゲストで来てもらって、うん、ね、モモミッケっていうのやってたんですけど、うんうん、お本当、はい、それでもう数年5年ぐらい前ですか。そうです、ね、あもっと前か、もっと前になる、ね、7年ぐらい前ですかね、うん、10年ぐらい前からやってるバンドなんですけど、うん、で突然まあ突然たらおかしいんですけど、うん、ゲストにちょうど一緒にやってた、恵子ちゃんっていう ね恵子ちゃんの知り合いで、で恵子ちゃん誕生日かなんかにそうだったかな、ね、プレゼントの曲をって作ってきましたって弾き語りで歌ってもらったんですよね。恵子ちゃんって、ね、石田恵子ちゃんって。ああそうなんですか、ね、へえ。で そんなことするの真子ちゃん。そうそうそうなんですよ。だから昔からそれ言われ、いや、さあやるかな。フラーンとこ弾いたらね、そういうことしないとダメなんだよ男は。でも師範に作るんでしょ。遅またやろうの。俺だって空手の師範ですよ。え師範なんですか。いや違う、師範のが詩を書いたのをちょっと今作って。捧げる歌、すごいす、ね、大山空手の最高師範、はい、素晴らしいね。だからそのあ恵子ちゃんに作ったっていう感じじゃない。感じじゃないすいませんね。そういうのいいね。そういうのを繰り返してやっぱり女心をくすぐる。なんだかね。まあ、ひでちゃんなんか今日、今日初めてお会いしてたのは初めてなの？いや、多分前回お会いしてると思います。前回ね、おそらくね、はい、いたかもしれない。はい、ね。いらっしゃったような、うん。はい、お会いしてると思います。そうですね。どう久しぶりに。いや、おかわりなく。はい、そうですか。前回 2週続けて。そうですね、多分。ね、そう、前回ね。前回ね、キーボードをここにあるからって言って、僕弾き語りやろうとしたらなんか、ペダルだけ持ってきたのかな。そしたら合わなくてサスティンが効かなかったんですよね。あ、そう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 。それでありましたね。それでギターで弾いてもらって、うん、はい、そうですね。そう、キーボードなんか。それでもう一回っていうことで、でじゃあって翌週キーボード持ってきたんですね。そう大変だったのよ。持ってきて、ね、大変な思いさせました。いやいやいや、そんなことない、そんなことない。その時に真子さんがいらしたらね。あ、そう。まだ出会ってなかった。今出会ってなかった頃ですね。真子さんとも4年ぐらいになりますよね。4年、もっとなる。あ、本当？ね。だからその後ぐらいかな。うん、そうなんで、うんうん。そういうねこともありましたけど。うん、まあなんかじゃあ僕一曲歌おうかな。はい、まこさんと、これほらなんかお誕生日のまこさんの曲でもいい。あ、それいこうか。じゃあまこさんのために捧げる。これじゃあ本当にさ、女性に捧げたいけどさ、優しさが足りないな。何風の中で、うん、ということでね、うち風、親父の誕生日が24だったかな。あ、
そうだった、うん、今月の、じゃあ近いんですね。近いですね。近いんだね。うちの袋が今日でね。ね、おめでとうございます。今日米中の誕生日です。おめでとうございます。素晴らしい、おめでとうございます。ありがとうございます。なんかね、ね、おめでたい日ですね。おめでたいです。めでたい。めでたい中でですね、立てるかどうか分かりませんが、立ての中で。男は立たない。風速何メーターぐらいですか。そこでね、立てるか台風みたいな。やってみますか、小田さん、いいですか。いつも通りさ、この街じゃ冷たい風が吹いていた。生まれたところもいつの日か知らない街になっていた。ときめきはいつでも間に消えるもの。悲しみはいつしか通り過ぎるもの。出会いはいつでも偶然で。できなくて俺の体をすり抜けた。春の嵐によく似てた。雨の
響きはいつでも束の間に消えるもの。ということで、金尾吉郎、風の中で立てというね、曲をお届けしましたけども、風の中で立てましたでしょうか。やっぱりいろんな思いが、歌うたんびに違うんだよね、なんかね、表情っていうか、まあ父親の会えなかった時の思い出の歌なんですけど、素晴らしいですね。いや、なんかやっぱり、その思い出したりもするし、いろんなね、こと思いながら、毎回歌ってますけどもですね、長い曲なんですよこれ。もっと長いんですか？いや、もうちょっとあるんですけど、はい、ちょっと長いからね、なかなかね、フルには歌わないんですけど、はい、あんまり長さを感じさせなくなるといいらしいですね、長い曲でもね。いや、感じなかったですよ。感じなかったですよ。全然感じない。ヒデちゃんなんか長そうな感じですよ。長いと思ってんじゃねえぞ。今日は本当久保田さんもありがとうございました。久保田さんお誕生日だったんでね、おめでとうございます。この場をおめでとうございます。年に9月まで多いね、9日で。おっちも乙女座ですね、みんなね。あ、乙女座。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 チーム乙女座。そうなんですか。僕は天秤ですよ。私天秤。10月15です。お誕生日ですか。誕生日ね。偶然にも、ね、ああそういうことです。マステライブじゃないですか。偶然。マステライブ。言ってないんですけど。いや僕もね、いやだからね、僕もね、還暦までは絶対言わない、バースデーライブはやらなかったですよ。でも還暦過ぎたらね、ちょっともういいかなと思ってね、これ自分で言わないと誰も祝ってくれないから。寂しいぞ。寂しい年寄りになってしまいましたけどもね。まあまあいいかなとかね、思ってます。で、今日はね、最後に、桃田さんのね、素敵な歌、はい、前回もね、これ僕すごく好きな歌なんですけどもね、中変でっていうね、はい、歌なんですけどもね、それでちょっと今日は締めくくりたいと思いますけどもですね。4小節で。で、それ、はい。はい。うん、はい。いいですね、どれぐらいのテンポになりましょうか ね、結構ゆっくりですね。あんたの噂ももう聞かへん、この街に寂しい夕日が今日も落ちてく。あいつくばってもついて行きたかった。あの日の涙が胸にこみ上げる。見えすいた嘘で心ごまかして、強がったんはたやない、うちの親だ。中変で、中変で、もうあんたに脅かれても、また変で、また変で、うちは誰かのもんになる。明かり染まらんように、
一人生きてます。女に生まれてほんまに幸せやった。あんたに抱かれて暮らした2年。愛とか好きとか言葉じゃよいわ。不器用なあんた、あんた好きやった。意地っ張りなアホは死んだらええんや。夕日沈む犬の路地でわめきまくった。泣かへんで泣かへんで、なんぼあんたにほどかれても、またへんで、またへんで、うちは誰かのもになるから。やつれた顔隠す夜の化粧がうまくなりました。叶わん夢やけど、あんた一人のアホな女です。はい、ありがとうございます。素晴らしいね、中編で、これは大阪弁って、僕ね関西にいたんですよ10年。あ、そうかそうか、はい、そうですね。大学が京都で7年いて、はいはい、それから大阪にいて、はいはい、ヤングジャパン大阪っていうアリスの事務所でデビューにいたんですね、はいはいはい、あ、なるほどね、はい、そういう時期ですよね、はい、素晴らしいね、あの曲ですけどもですね、あの今日はね、あのもうまた忠松さん素晴らしい歌をね、ありがとうございます、ありがとうございました。それでね、あのちょっと、自分のスケジュールあんまりいつも忘れるんで一応ざっと言ってきます。この先がですね、10月1日これ横浜野毛スモーキー、これはあれウォッカの渡辺武史、松下俊美金代城であります。10月5日は、横浜フライデーですね、高橋真子さん、金代城、松下俊美っていうことで音楽魂ライブですね。その後ですね、急遽決まりましたが、福島行きます。これ金代城松下俊美で行きます。10月7日これ郡山 M&J というところですね。で8日が、須賀川プカプカ、久しぶりに行きます。ちょっと急に決まりましたけどもですね、また詳細後日あのお伝えします。その後にね、もう福岡行きますね。14日長崎、ライブですね。で15日が博多 B1 ということでね。その後もねちょこちょこ入っております。頑張れたら10月27日これ赤坂フラットンカンティーナ、これバンドでやります ね、はいはい、シナンドロケッツの浅田武史 がベースで、あとごぼうさんと、我々で、やります。ということで、続々とねゲストもね登場いたしますんでね、お楽しみいただきたいと思います。金代城の音楽魂、今日は、桃田さんありがとうございました。ありがとうございました。高橋真子さんありがとうございました。ひでちゃんもどうもありがとう。松下俊美さんありがとうございます。動画の菊さんありがとうございます。みんな頑張りましょう。久保田さんもありがとう、ありがとう。 See you next time。 染み渡る「好きさ」